最初予算について知事の方から大体の編成方針であったりそういうのよろしくお願いします。はい、どうも今日は皆さんお疲れ様です。まず今日はなんか2部構成になっているようで、第1弾は懇談会、そして第2弾がですね記者会見ということになっています。ご覧のようにですね資料も配布されていると思います。また事前にですね皆様方にも関係財政当局からまた広報からの説明があったと思いますが、改めて概略をご説明します。はい、でまず今回のですね9月補正予算のポイントは総額171億円ということでございます。うち特会費用会計 2.1 億円と、こういうことでございますが、6月予算にももちろん引き続いてですね、地方創生戦国時代を勝ち抜くための補正予算、また来年に向けて今作っているところでございますが、鍵盤の骨太方針を先取りする施策も含まれております。私のビジョン、ずっと降りたい県、いつも帰りたい県、みんな行きたい県、徳島県というこのビジョンに対するミッション、安心度アップ、魅力度アップ、透明度アップと、こういうミッション、このミッションの方針のもとですね、安心度予算が72億、魅力度アップが41億、透明度アップが58億、こういう全体の流れになっています。そしてその中でのですね、もう大きな主な事業としてご説明したいと思います。特にですね、安心度アップのところでございますが、これはもう皆さん報道でもご存知の通りですね、物価高騰、またガソリンの価格の高騰、これが止まらない状況になっております。これはもう予算策定当初からですね、物流事業者に対する支援をしようと、独自の支援をしようということで組んでおりました。で、最近国もですね、9月に一度取りやめるという予定のですね、国の燃料対策、これもまたもう一度考え直すと、こういう話ではありますが、やはり我々としてはですね、今回長引く燃料価格高騰によるですね、これはトラック業界のみならずですね、これは経済の裾野に大きく、影響があると、こういうことでこの県端の事業はしっかりとこの国の支援が復活してもさらに、強く進めていきたいと思います。やっぱりこれはやっぱりトラック業界のですね経営安定だけじゃなくて、やはりその人手ですね、人手不足対策、これがもう非常に深刻でございますので、そういったことにもですねちゃんと給与にも反映できるような、こういった体制を整えていただくためにも必要だと思います。もう運ぶ方々、運ぶ業界がいなくなればいくらものをいいものを作ってもなかなかビジネスになりませんから、そういったものも先取りしていくということでございます。ただし、これをやる上ではですね、しっかりと経営の改善、GX の推進、また GX 環境問題、こういったものにもしっかりとやっていただいているところに、支援をさせていただきたいと、こういうことでございます。で加えまして、今日も熱中症で、熱中症対策気をつけてくださいっていろんなところでですね、発信警告をされております。で、前にも申し上げましたが、そういう中でですね、実態はどうかといえば、子どもたちをですね、冷房のない体育館で、運動させていると、これはもう行政の矛盾でございます。でこれに対してやはりしっかりと対応しようということでですね、教育環境の充実ということで県立学校施設の空調整備、さらにはですね、これはもう他県の先進事例、この前も元箕面市の倉田市長さんが徳島に来ていただいて、私もランチミーティングさせていただきましたけれども、箕面市は小中学校ほとんど全てかな、体育館の空調整備でございます。いわゆる単なる
空調整備しただけじゃなくて電気が止まった時のプロパンガス対応、こういう風になってですね、私も現地見に行ったことあるんですけれども、まあそんな話をさせていただきながら、でこれどうやってやったんですかって言ったら、あの緊防災、緊急減災、防災事業債かな、緊防災、これ国の制度がございますので、まあ、こういった制度もちょっと研究しながらですね、まあ、やっていきたいなと思います。まあ、いずれにしろそうは言ったって私ども、この県立高校の学校の施設整備ということは今後子どもたちの環境、教育環境と防災対策という、まあ、その2つをの意味を込めてやっていきたいと思います。まあ、加えてトイレの洋式化率、これも 100% に向けてですね、改修設計、こういったものも進めていきたいと思います。で3つ目、主なものの3つ目ですが、これは県立中央病院、私どもの基幹病院でございます。で県の政策医療を最終的な断らない医療をこれを担っている県立中央病院の本館のですね、ER と ER スペースのですね、機能強化、こういったものを図ります。先般 ER と南館のですね、開設をさせていただきましたけれどもですね、それとの相乗効果の発揮ということ、やはり古い、まあ、老朽化した施設で、まあ、動線も含めたですね、課題を現場からも聞いておりましたもんですから、まあ ER っていうか救急ってのはやっぱり1階ですからね、全て3階4階が ER にはなりませんから、本当に救急車が運ばれてきてその瞬間からもう動線が一番大事だっていうことを現場の先生からもこの前現場主義のもとお話を聞きましてですね、これはしっかりやらなきゃいけないと、まあ、こういうことでですね、強化事業をさせていただきます。はい、続きまして、それとちょっと前後者言いますけどね、でまあ安心っていうことで言うと、まあ、今回171億の中で、まあ、70億円規模が一番大きいやつでですね、これ出るかな、公共事業のやつは。まあ、ちょっとこっちに行きます。まあ、これも安心ということでですね、これは南海トラフ地震対策、国土強靭化、まあ、こういったものをですね、今までも進めてまい、りました。これは引き続き、やらせていただくということに加えてですね、まあ、これは防災機能、まあ、先ほどの体育館ではありませんが、今度は郊外、屋外のですね、防災機能も備えたスポーツ施設の整備ということで、鳴門のですね、オロナミン C 球場、これにつきましてもですね、にぎわいの創出と、防災機能、この両方を兼ねた事業、施設整備、こういったものをやらせていただきます。ご予算を計上させていただきたいと思います。またちょっと戻ります。で次は魅力度アップでございますが、まあ、これにつきましては以前から6月からもやっておりますが、まあ、おかげさまでですね、まあ、私がもういろんなところに布石を打つもんですから、もう現場は大変だと思いますけれどもですね、人員も増やした中でですね、東南アジア、また隣国、まあ、韓国、台湾、また国内とですね、そういった動線の確保、空の便の確保等もさせていただいておりますが、まあ、その中でですね、さらに観光復活加速化プロジェクトとしてですね、予算を計上させていただいております。はい、まあその中で、まあ、ちょっと額は400万ということですが、スーパーヨットの誘致につきましては、実は近々にですね、事業者の方がテスト的にですね、港を使いいただくような、まあ、そんな話もあるんで、またこれも詳細決まりましたらご報告させていただければありがたいなと思ってます。
で、国際航空路線につきましては、台湾便がご承知の通り春に比べて3倍のスターラックスチャーター便ということでありますけれども、隣国の台湾、韓国ともですね、今いろんな需要調査のところまで行きました。いろいろ水面下で交渉を進めてきましたけれどもですね、そういったものにもですね、しっかりと対応できる予算を計上させていただきました。また前からも申し上げて進めておりますタイの事業につきましてもですね、これから秋また来年に向けてですね、JNTO のフェアだとかジャパンエキスポ等と日本博がございます。そこに、徳島のプレゼンテーションを高めるためのプロモーション事業、これにも予算も計上させていただいております。いわゆる観光のインバウンドだけじゃなくて、もう今物産を売っていく、こういった戦略もさせていただいているところでございます。海南のある養殖業者も最近シンガポールにですね、輸出するお手伝いも水産庁と一緒になって、ほぼ決まりつつあります。そういったこともどんどん結果が出ているところでございます。で、その関係で農林水産省の成長隣のですね、発展ということでございますが、もちろん運送費の先ほどのですね、ストラック関係の話もそうでございますけれども、これも、未来創造型、また GX、DX、生産性の向上、こういったものに取り組んでいただきながらもですね、それに対する支援もさせていただきつつですね、飼料等のですね、高騰、こういったものへの対策も考えていきたいと、このように思っております。そういう意味で、自給率、いわゆる飼料の自給率の向上等ですね、そういったものに導入していただける方々に対してですね、支援をしていただくということが、肝に、なっております。はい、次ですかね。次どうぞ。透明度かな、あれもうないのか。あ、そうかそうか。はい、ということで、私の方から大きく言わせていただくものがそういったところでございます。透明度についてちょっと補足すると、県の広報発信力強化、こういったこともやっていきたいしですね、災害情報の発信、これは危機管理部局等が、前にも皆様にもお願いしてご質問もいただきましたけれども、県公式 LINE なんかもですね、ちょっと2年前にできていたようですが、ただ4000人ぐらいしかまだ加入してないということでございますので、そういったものの推進をしていきたいなと、こう思っています。その他行政事務の DX 化、効率化、こういったものに、活用する予算も計上させていただいております。私からは以上です。ありがとうございます。じゃあ質疑応答なんですけれども、最初に読売新聞、関心読売新聞書いてますけど、さっき魅力度アップのところで、南の方のシンガポール輸出の、結果も出てきたというような話もありましたけど、こういう予算つけるにあたって知事がこれまで海外出張されてきた中で、これはちょっと結果につながりそうだなとか、逆に今出てるなっていうのが他に何かあったり。そうですね、台湾にこの前お邪魔して、スターラックス、これはやっぱり現場がですね、しっかり昔からの脈を生かして頑張った成果だと思っています。私がどうこうというよりは現場を褒めてあげたいと思います。ただそうは言ってもそれでは甘んじてはいけませんよということで、私の関係で言うと、昨日も渋滞グループの菅さんが日本フラッシュさんとの提携でわざわざそのために、でまた徳島を宣伝していただくという趣旨も含めて、それは別に日本じゃなくてですよ、台湾で徳島のことを PR するという、そういう深い意味を込めて実は来日していただいたんですね。それは本当嬉しいですね。で、当時もですね、大体日本の知事が行くと大体日系の伊勢丹三越の
日系のデパートで宣伝してはい終わりなんですけれども、実は私どもはその純体グループの関係で RX マート、PX マートというですね、まあ、台湾資本で一番大きなグループ、ここに PR をさせていただきました。日本の行政府もそれは驚いておりましてですね、まあ、そんな人脈をしっかり生かしていきたいなと、まあ、実はその菅さんとの関係は、まあ、もちろんあの日本暮らしさんとの関係でありますけれども、実は蔦屋さんを私は以前国会議員時代ご紹介をさせていただいて、まあ、それに対するすごくね義理を感じてくださって、もう今5店舗目ぐらいになってるのかな、純体グループで蔦屋さんとのコラボレーションがですね、まあ、そんなことで非常にその、まあ、やっぱりあの昔のそういった人脈っていうものが生きて、そしてまた芽を出しつつある、まあ、こういったことだと思ってます。まあ、タイにつきましても先般ですね、まあ、弾丸で行きも帰りも機中泊、ぜひ皆さん今度行きませんか。もちろんこれ前も言ったけれども、路線が新しくなるっていうのはこれも大変なことなんですよ。今まである路線を変えるっていうことですから、もしくは飛行機を調達してそこに新しく作るっていうことですからね、そんな簡単な話じゃない。だけど何もやらなければ何も進まないっていうことでございまして、まあそういう意味でですね、それに対する挑戦をしておりますが、加えて、今申し上げたアジア向けの農林水産物のですね発信、嬉しかったのはね、肉屋さんってね298って書いて、徳島の長谷川さんっていう牛をやってらっしゃる方がですね、の息子さんがバンコクでお店を出してましてね、で私はね友達が今伊藤忠のタイの社長やってたり、みんな徳島に関係する人たちもそこでみんなで集まってもらったんだけど、意外にそのタイってその日本食がすごくブームなんだけど、牛肉がうまいのがないみたいな、まあ、そんな話があって、で皆さんもう正味感想を言ってって言ったら、いや今までにある肉より一番うまいみたいなことを言ってくださって、あこれはなかなか勝機があるななんていうふうに思いましたし、またこれもまたいずれ ご報告しますが、今、まあ、農産物輸出がおかげさまでどんどん伸びております。その中の一つにですね、西アビーフさん のハラール認証を受けたですね、肉もですね非常にマレーシアで吹いておりまして、まあ、ここをもう一回インドネシア向けにですね、まあ、インドネシアも今2億7千万の人口ですから、まあ、マレーシアはどうだろう、今3、4000万だろうかな、今な。そっちにもこれから攻めていこうっていうことで、この前も担当部局と話をさせていただいたところでございます。まあ、韓国についてもですね、まあ、やっぱりその韓国っていうのはご承知の通り緯度が高いんで、寒くなるんですよね。で結構ゴルフが好きだったりするもんですから、ぜひこれね直行便がうまくいけば、鳴門だけじゃなくて淡路島でよくね淡路島がすごいとかみんな言うんだけれども、そうじゃなくて一緒にやればいいわけですよ。やっぱ周遊観光っていうのはこれ関西大阪万博でもみんな共有しているようにですね、やっぱりお客さんが選ぶものですから、それはお客さんの選択肢を増やすっていうことが観光の基本だと思ってますから、そういう意味では協力し合ってですね、そういったものをつないでいくと、神戸そして徳島香川東部、まあ、こういった経済圏で今度はインバウンドだけじゃなくてアウトバウンド、でこれも前も申し上げましたが、まあ、こういったことをどんどん実現に向けるってやることによって、まあ、残念ながら今ね日本全体でパスポートの取得率が 17% というですね、これは国家的危機ですよ。僕は思うのはこれ意外にみんな、この前も私、まあ、就任100日ちょっとで2回ほど岸田総理にお会いしましたけれども、そのお話もさせていただいたり、まあ、徳島に至っては 10%、 香川が12%、愛媛高知も 10% 弱、まあ、こういったこともですね今後開かれた徳島、また強い徳島外交力、まあ、こういったものもですね、お互いにもうインバウンドだけ求めるっていうんじゃなくて、アウトバウンドも含めたそれを定期船に向けたですね、
流れを作っていきたいなと、まあ、こう思ってます。質問ある方よろしくお願いします。徳島新聞です。先ほど説明の中では骨太の方針の先取りということを少し触れられましたけども、うん、まあ伊藤さん見ると観光政策とか、まあ、知事が前以前からおっしゃられているあの子どもの環境整備とかそういったことがあったと思いますけど、まあ、どういったものが含まれているでしょうか。いや今まさにおっしゃったようにですね、やっぱ骨太の方針っていうその大きなローンチ、これを掲げます。まあ、その中にですね、私の公約でもあります通りですね、まあ、今ルールご説明したような海外のインバウンド戦略にももちろん関係しますが、あの観光立県ビッグバンというですね、こういったことでありまして、あのそれのその骨太の方針に向けての先取りっていうものがこの魅力度アップのですね、観光復活加速化プロジェクトに入ってきますしですね、またあの教育再生も含めて今教育大綱の準備をしておりますけれども、やはり子どもたちのですね、環境整備、まあ、こういったものの先取りもですね、今回県立学校の施設防災機能強化事業と、こういうところでも先取りさせていただいております。そして安心度アップで、またこれ大きな、まあ、骨太の方針の一つとしてもですね、やはりあの医療制度、医療の体制整備強化、まあ、こういったこともですね、あの中央病院の機能強化というものに、の先取り頭出しと、まあ、こういうことに、させていただいております。で、まあ、加えまして冒頭申し上げました物流だとか公共交通のですね、支援、これもやはり2024年問題に備える形でですね、物流っていうものをですね、我が県が一緒になって強化していかなければいけない、これは人手不足も含めてですね、あって気づいたら他の県に全部取られていたってことにもうなりかねないんですよね。ですからそこはもう早めにですね、県として、事業者の支援をしていくことがおそらく数年後効いてくるんじゃないかなと、まあ、このように思っております。はい、まあ、あと、まあ、農林についてもこれも私ども資源循環型だとか GX、 こういったものも今後骨太の方針で掲げますのでですね、その一つの先取りになっていると考えております。はい、まあ、あと国土強靭化ももちろんそれに入りますよね。はい、まあ、予算っていうのはこれも皆さんご承知の通りですね、あのどのタイミングの補正であろうが全て密接不可分であり連続性がありますから、行政は継続ですから、まあ、その点はですね、あの何か明確に分かれるものではないと思います。ありがとうございます。NHK の内田と申します。改めて、ご遅刻してしまうかもしれないんですけども、観光、今回前回の予算でも今回の予算でもやっぱり観光についてすごい重点を置かれているなと感じますけれども、やはりここを次々と知事がこう布石を打たれている、その重視されている理由、それを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。うん、まあ、まずはですね、やっぱりその大きな意味での布石を打つっていうのは、まあ、公約でも述べましたが、やっぱり徳島っていうものがその開かれた徳島にしたい、まあ、これは民主主義という意味での開かれたっていうこともございます。これは透明度っていうことでつながっていきますけれども、まあ、やはり徳島っていうのはやっぱり全国の中での徳島なんだ、もっと言えば国際的にな中での徳島なんだと。で、まあ、私も国会議員やってまして、インターナショナルっていう意味での国際的っていうのは、まあ、ビットインネーション&ネーションですけれども、やっぱりその国ではスピード感がなかなか難しい、もしくは国ではいろんなですね、政治的な問題がある場合はやっぱりインターローカルなんですよ。つまりビットインローカル&ローカルであり、草の根の交流、
まあ、こういったものによってですね、結果的に平和をもたらすだとかですね、あの経済発展をもたらすという、こういう大きな考え方が私の中にはございます。まあ、その中でですね、観光っていうものがいかに大事かっていうことに、まあ、一つの方針、一つの、まあ、ツールとして役立つと、まあ、こう思ってます。まあ、加えてシビルプライド、シビックプライドとしてもですね、やっぱり今まで観光客が全国で宿泊者数再開だとか、ふるさと納税再開だとか、まあ、こういったものを私も今まだ100日ちょっとですけれども、改善していく上で、なんていうんだろうな、その、まあ、観光客が来るときに初めて、あ、この人に何を食べさせようかなとか、次の日どこに連れて行こうかなとか、いわゆる県民の皆様がもう一回なんていうんだろう、徳島を知る、そういう機会に私はなると、まあ、こういう狙いがあるんですね。つまり全国で再開ってことは、全国で一番自分たちの県を振り返る機会がない県なんですよ。だから振り返る機会が増えれば、もっとその徳島の良さを自分で自覚する、そしてそれを探しに行く、好きになる、まあ、こういったことが結局シビルプライドになって、自信につながって、誇りにつながって、パワーにつながっていくんだなと思ってて、実は観光戦略という一つの断面を切り取ってますが、私は実はそういう大きな意味での開かれたという意味で、世界の平和だとか、まあ、言ったようなシビルプライドだとか、そこまで考えてるんですね。まあ、私の場合ちょっと将棋じゃなくて囲碁が好きなんですね。囲碁的思考なんです。その点を打ってる時はみんな、あいつは何やってんだろうなってみんな思うかもしれませんが、実はそこが全部面につながってって陣地になっていくっていうね、陣取り合戦だから囲碁はですね、ゆくゆく気づいたら囲まれてたとか、そういうのが囲碁ですからですね、そこらはもう今しばらくですね、その成果を期待していただきたいなと思います。すいません、朝日新聞のとといいます。初めて記者会見出席させていただいているので、トンチンカンかもしれませんけど先ほど元田知事は行政は継続だという面があると、つまりそれはある意味前政権からの部分の継続ももちろん含まれていると思うんですよね。で、今回でいうと、まあ観光とか喫緊の課題にかなり力を入れてらっしゃるように思うんですが、まあ就任されてどうですか、その難しさみたいな抽象論になって恐縮なんですが、今後自身の考え、をこうどういうふうにこう予算に反映させていく戦略みたいな、それも囲碁戦略かもしれませんけど、ちょっと心構えというか、あれを教えていただけると。そうですね、まあやはり、なんていうんだろう、職員さんたちはですね、やっぱある意味その、しっかりノウハウもあると思うし、方向性というか、それさえ示せばですね、頑張っていただけるなっていうことは、もう100日経ってそれはそう確信をいたしましたのでですね、まあ、ただその何て言うんだろう、これみんな何事もそうですけど、0が1を生むとか0が2を生むっていうことってなかなか難しくって、やっぱり経験をすることが大事、経験してないものを人に伝えることはできないし、じゃあ経験を補うものは知識で、じゃあ僕はいつも職員さんに言ってるのは、自分で経験できなかったんであれば他の県の先進事例を調べてくださいと言ってるんですよ。他の国の先進事例を常に勉強してくださいと。だからそれは別に恥ずかしいことではなくて、コピー&インプルーブメントしましょうと、まあ、こういうことを言ってます。まあ、日本もそもそもアメリカはじめ産業革命を起こしたヨーロッパ先進諸国のコピー&インプルーブメントですから、それをどう組み合わせをするかという、改良していくかで日本は今まで来たわけでありまして、まあいろんなイノベーションの本読んでも、発明っちゃもうこれからなかなか難しいと。今の時代のイノベーションっていうのはあるものの組み合わせであると。
改良であると、まあ、こういうことでありますので、もう常にあの経験ができない、まあ、経験をもっとさせたいんですよ僕は。だから若い人やもう現場にはもうすぐ現場に行けと、海外にすぐ行ってくれと、まあ、こういうことをやっていただいていると思いますし、それができない場合はもう今もう情報にあふれてます。ネットでググれば、例えば観光施策って言ったらすぐ他の県のですね、いろんな事例がボーって出てきますよ。こんなのもすぐ勉強できるんですよ。でもそれをしない、しなかった、なぜか。まあそこはもう通ってもしょうがないんで、そこはしっかり、なんちゅうんだろうな、変なプライドは捨てて、素直に人のいいところ、それを参考にしましょうねっていうことですね。はい、まあ、そういう方向でやってますんで、すぐ近々いろいろな結果が出ると思うし、まあ、結果が出るとね、やっぱりそのなんちゅうんだろう、みんなのモチベーションもどんどん高まっていくんじゃないかなと、まあ、思います。ありがとうございます。いかがでしょうか。じゃあ予算の方はこれで、はい、ありがとうございました。